そういうやっぱ特殊ないろんな試合を組んでたと思うんですね、うん、そのメインを組ましてね、うん、任せていただくっていうことで、またこれもね、日向戦と一緒ですごいプレッシャーだったんです、はい、そんなわけでね、そうですね、はい、第2試合目、ちょっと見てみましょうか、はい、そうですね、はい、はい、どうぞ、どうぞ。こうなってから、最初にもうこの人だと見てました。ある意味第一印象になりました、川崎大会の当然こうメインイベントの方も務めさせていただくでしょう。田村佳子選手、田村様のカードを決めるのはお客さん、ディープレスラー終わるか。あなたのカードを決めるのはこの僕なんです。ですからあなたの対戦相手発表するのも僕なんですよね、ここで田村選手の川崎大会の対戦相手発表します。田村対大向一子、このシングルマッチの決着戦、年またいじゃいましたけど2年越し決着戦決めさせていただきます。お客さんの意見なんだよ。そこまで皆さんにブーイングされるんだったら分かりましたよ。そんなに大向戦が嫌だったらやめましょうね。変更しますよ。川崎大会のカードは田村佳子対一木清子の蛍光灯デスマッチだったら、次のキネまで大向一木まとめてやってやるよ。そこで完全決着をすれば川崎までわざわざやる必要ねえよな。
試合時間5分経過、5分経過。試合時間10分経過、10分経過。
試合時間15分経過、15分経過。試合時間20分経過、20分経過。
場外カウント10 11 12 13 14 15 16 17 18 試合時間25分経過、25分経過。
試合時間30分経過、30分経過。私が負けた人をこうあれこうそうだっけ勝ってくれるっていうなんか私の苦手な選手をこうミサエちゃんがカバーして勝ってくれるっていうねを救ってくれるんですよね。なんでタックだと弱かったんだろうね。ねえ本当にね、まあまあ、どうして、はい、直接対決直接対決ミサエちゃんどうですか、はい、やりますか、まあ、何回もやったけど自分が二冠王者で、うん、よっちゃんが TWF TWF ブラジルから勝って取ったやつ、はい、それをかけて後楽園で三冠戦ですか。三冠戦やったやつがあるじゃないですか、うん、